ケイトモスことキャサリン・アンモスはイギリスのファッションモデル。これまでに300冊以上の雑誌の表紙を飾ってきた。多くの広告キャンペーン出演で知られる。パーティー尽くしのライフスタイルなども注目の的とされてきた。米紙、フォーブスの2007年度版、モデル所得版付で2位。同2008年度版では、ハイジクラムに次ぎ、アドリアナ・リマをしのいで3位。 2009年度版も同じく3位。2010年度版も同じく3位。2011年度版では、ジゼルブンチェンに次ぎ、ナタリア・ボディアノバをしのいで2位となっている。雑誌、マキシムの1999年のセクシーな女性、50の8位。そして、FHM の1995年のセクシーな女性、100で22位となった。2007年3月には、 NME 賞の最もセクシーな女性部門を受賞。2007年にイギリスのサンデータイムズのリッチな人物リストで4500万ポンドの価値があると推定され、イギリス99位の金持ち女性とされた。2009年の同リストでは4100万ポンドの自己資本でイギリス1348位の金持ちと評価されている。 ロンドンの旅行代理店の娘として生まれた。弟がいる。13歳の時に両親が離婚。小学校から高校時代にかけて勉強は不得意であったが、スポーツの成績は優秀であったという。14歳の時にジャマイカでバカンスをしていた帰り、ニューヨークの JFK 国際空港でモデル事務所ストームの創設者にあたる人物からのスカウトを受ける。 初仕事は15歳、イギリスの雑誌、ザ・フェースの白黒写真の表紙であった。以後、シンディクル・フォード、クラウディア・シファー、並びにナオミ・ギャンベルなどといった、長身と曲線美を有する当時のスーパーモデルだと対照的な1990年代の反スーパーモデルとして活躍。1993年に起用されたカルバン・クラインのキャンペーンは、ウェイフルックの到来を告げた。 同キャンペーンの写真について、当時の米国大統領であったビル・クリントンはその、ヘロインシックの傾向に対し反対の趣旨の意見を示した。体重についての問いには、だから接触障害じゃないって何か言えばいいわけとコメント。ファッションモデルとしては、身長が低かったが、多くのファッションラインの仕事をこなし商業的成功を収めるに至った。国際的なファッションアイコンでもある。 米国のファッションインフル賞をはじめとする多くの賞を獲得。21世紀初期には女優のシエナ・ミラーと共に、防法シックの主な支持者の一人であった。それで、バニティフェア2006年9月号のスタイル号の表紙を飾ることにもなった。近年、デニムカットオフのショーツ、ハンターのラバーブーツ、アグブーツ、バレーフラット、ビビアンウエストウッドのパイレーツブーツ、スキニージーンズ、 直帰、アレキサンダー・マック・イーンのスカルスカーフ、ルイ・ヴィトンのレオパードスカーフ、バレンシアガのハンドバッグとジーンズのハイウエストスタイルと、ウエストを固く縛っているベルトをあえて緩めるスタイルを大衆化させた。2006年、イギリスファッションアワードで、モデル・オブ・ザ・イヤーを受賞。しかし、これは、賛否両論を巻き起こし、新たな論争を生んだ。2008年には毛皮を頻繁に使用したとして、 ペタのワーストドレッサーに選ばれることともなった。その経歴を通して、グッチ、ドルチェガッパーナ、ルイ・ヴィトン、ベルサーチ、カルバンクライン、ロベルト・カバリ、シャネル、ミッソーニ、ロンシャン、デイビッド・ヤーマン、ディオール、イブ・サン・ローラン、バーバリー、ステラ・マッカートニー、リンエル、ブルガリなどの広告に登場。2005年4月、 リンメルロンドンマスカラの TVCF が放送された。それは、自身が革のジャケットを身につけて、モーターバイクに乗り、アナザーコールドビールの曲に合わせて、ロンドンの街中を走るという内容である。薬物スキャンダルから1年後の2006年秋冬、シーズンのリンメル、アジャントプロボカツール、バージンモバイル、ベルスタッフ、ディオール、ルイビトン、ロベルトカバリ、ロンシャン、ステラ・マッカトニー、 ブルガリ、シャネル、ニコン、デイビッド・ヤーマン、ベルサーチ、カルバンク・ライン・ジーンズ、バーバー・リーなど18の契約を獲得し復帰。ケイティ・イングランドやトップ・ショップと協力してデザイン業界へ進出した。2007年には自身の名前を冠した香水とボディローションラインの展開を開始。2007年にはイギリスのハイストリートブランドトップ・ショップとのコラボレーションにより、 ケイトモスフォートップショップというコレクションを発表。当日は買い物客が殺到して入場規制が敷かれ、一人当たりの試着枚数、購入枚数まで制限された。イギリス本土に数日遅れで米国でも発売され、バーニーズニューヨークにてハイストリートブランドを取り扱う異例の事態だったのだが、こちらもイギリスと同じく早々に完売するアイテムがあった。フランスでは、 有名高級セレクトショップのコレットが取り扱うこととなった。日本では当時は唯一原宿だけにあったトップショップの直営店舗にて5月25日より販売された。2011年7月、日本のレディースアパレルブランドラグナムーンのカタログモデルとして登場。日本でのモデル契約は約6年ぶりとなり話題を呼んだ。2012年には 米国発のファッションブランド、ラグボーン史上初の広告キャンペーンのモデルに起用。さらにサルバトーレフェラガモから広告等起用。2013年にはヘアケアブランド、ケラスターゼの広告等へ。米国のシューズブランド、スチュアート・ワイツマンの広告に起用。靴のブランドからの起用は20年間のモデル活動で、初のことであった。 1993年から20年間にわたり、継続して担ってきた、ベルサーチの広告等活動は39歳を迎えた、同年にあっても健在であった。2014年には1999年から、馴染みのファッションブランド、バーバリーのイメージモデルにカーラデルビーニュと共に就任。トップショップとのコラボレーション、ケイトモース法、トップショップの4年ぶりの復活もあった。 イギリス、アメリカ、フランス版、ボーグ、アナザーマン、バニティフェア、フェイス、W を含む主要なファッション雑誌のほとんどに登場し、いずれも代々的に取り上げられた。ケイトは、イギリス版、ボーグの表紙を26回飾っており、その他の国の、ボーグの表紙にも何度か登場している。W の表紙は17回飾っている。同志はケイトを、ミューズとさえ呼んだ。彼女はこれまでに、 マリオ・ティスティーのマリオ・ソレンティ、スティーブン・クライン、ヤーゲン、テラー、ピーター・リンドバーグなどファッション産業で最も有名なカメラマンと仕事をしてファッションインスピレーションとして2005年7月にアメリカファッション競技会からボーグ・シェフダ賞を贈られた。彼女が受賞式に着ていった衣装はジョン・ガリアーノがデザインしたクリスチャン・ディオールのものだった。2013年には ポール・マッカートニーの楽曲、クイニー・アイのミュージックビデオに出演、ジョニー・デップをはじめ、リリー・コール、クリス・パイン、アリス・イブ、ジュード・ロー、メリル・ストリープ、ショーン・ペンなどの面々との共演を果たした。同年には、プレイボーイ氏の創刊60周年記念号の表紙に登場し、紙面で18ページにわたる特集が組まれた。2005年9月に、 イギリスのタブロイド紙のデイリーミラーがコカインを吸っているモスの写真を掲載したことを受け、ロンドン警視庁はこの件について調査を開始すると発表した。その影響からついには何年もの間広告投薬を務めてきたバーバリーや H&M の広告からも下ろされてしまい、コカイン系とのあだ名までついてしまった。また10月には恋人で、 コカイン摂取を抗原していたモトリバティーンズのメンバー、ピート・ド・ハーティが逮捕され、ケイト本人の逮捕も秒読み状態に入ったと言われているなどまさにこれからのモデルとしての将来だけでなく人生そのものが危なくなってきたとされていた。この事件により最終的にはそれまで契約していた広告はすべて打ち切られ、一時はモデルとして世界から見放された状態にまで追い込まれることとなった。 世間からの非難の中、ファッション雑誌、雑誌編集長や、モデルなどのファッション業界関係者からの擁護に恵まれ、復帰。特にデザイナーのアレキサンダー・マック・イーンが著名な、擁護者であった。薬物スキャンダル発覚直後のパリこれで、We Love u k とトッとプリントされた T シャツを着て、ランウェイに登場した。契約打ち切りとされていた、バーバリーの広告や、大手バッグメーカー。 ロンシャンの広告で復帰。イギリスのコスメティックメーカー、リンメルのイメージキャラクターになり、日本でもテレビコマーシャルが放映され、キャンペーンのため来日も果たした。雑誌、フォーブスによると、薬物スキャンダルから以前にも増してより多くの収入を得た。彼女の2004から2005年の所得は500万ドル、2005から2006年は800万ドルであった。2007年には、 年収は900万ドルと見積もられ、ジゼルブンチェンに次ぐ収入を得たモデルと言われた。さらに2008年の収入は、同市の調べて、およそ850万ドルと見積もられ、ジゼルブンチェン、ハイジクラムに次ぎ、アドリアナ・リマを抑えた。ありがとうございます。